はい、皆さんこんにちは、デフです。今回は放置少女副章解説再録滝夜叉の姫やっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、前回のアップデートでですね、再販枠でやってまいりました滝夜叉の姫ですね、改めて再評価していきましょう。前回が7月ぐらいかな、2021年7月ぐらいに再販があったみたいなので、まあもう半年以上経っているのかなっていうぐらいですね。ということで早速見ていきましょう。まずは滝夜叉の姫は武将で和の陣営となっていますね。そして専属武器新鋭セット見ていきましょう。滝夜叉の姫専属ステータス、防御貫通がプラス900、攻撃力が 18%、 体力値が レベル ×200 ですね。そしてパッシブ全部出しておきましょう。そしてパッシブスキル、攻撃力が 44%、 HP 吸収が 14%、 最大 HP が 44%、 防御力がレベル ×180、 物理防御貫通がレベル ×10、 筋力値がレベル ×300 となっていますね。ということで、まあ、UR 戦の中では筋力値がね、マックス値でもらえてるっていうところが強みではあったんですけど、まあ、MR になればそんなことは関係ないということになってしまいますね。まあ、それが MR でね、残念なところかなと、思います。基本的にはね、このパッシブ、まあ、深淵セットを除く、専属のね、深淵セットを除く、まあ、パッシブ1234の中では MR のね、中では筋力値がマックスレベル ×360 かな、今ね。1枠360がマックスなので、で、アウグススはね、専属についているんで、あれはまた別として、まあ、基本的に普通のパッシブについている値としては320から360の間で収まってしまっているので、この UR 線のね、かなり差があるんですけど、低い子はね、筋力値レベル ×180 とか200とかの値なので、まあ、そこは差があったんですけど、MR になればね、もうそこまで筋力値、敏捷値、知力値ね、差は出ませんよっていうことですね。みんな持ってますしね、持ってない子は絶対アバになってもらえますと、いうことなんで、まあ、基本的にはここ差が出なくなってしまっているのが残念なところかなと思います。まあ、あとは、防御貫通と物理防御貫通2つしっかり持ってますね。しかも物理防御貫通の方がレベル ×10 で高い数値もらえているので、これはいいですね。そして防御力があるので、まあ、体力値と合わせて防御面これでしっかりかな。で、ただ防御力のレベル ×180 がそこまで高い数値ではないっていうところと、まあ、今の環境上ね、火力がインフレしすぎて防御パッシブがついていてもそんな変わりないかなぐらいな感じですよね、今のね、火力のインフレがすごすぎて。あとは HP 吸収はまあアタッカーには必要なものですね、というところで、まあ将来性を見てパッシブ4番目はどうなるかなって思ったんですけど、まあ筋力値あって貫通量済みで、体力値ありますよってなっていれば、基本的にはもうつくのはなさそうだなと、まあ、ここから予想できるものはね、なさそうだなというところかな。あとは会心値と物理会心ダメージがないんですけど、まあ、それはアクティブスキルとの兼ね合いになるんで、まあ、アクティブスキルでね、クリティカルが出やすいのであれば、物理会心ダメージはまあありでしょうってなってくるし、まあ、命中率じゃなくて、会心率か。会心率が上がるタイプであれば、会心値も欲しいですし、っていうところなんで、ここはアクティブスキルの兼ね合いになるんで、なんとも言えないとこなんですけど、まあ、ワンチャンですね、特殊パッシブありな状況かなと思います。そして、アクティブスキルですね。残り HP パーセンテージが最も低い敵4名に、600% の物理ダメージを与えると。毎回攻撃前、自身の筋力値が敵より高い場合、100% の確率で2ターンの間撃砕状態にさせ、物理防御力と砲術防御力を 80% 減少。自身が狂乱状態の場合、必ず会心攻撃が発生、必ず命中。毎回攻撃後、自身の残り HP パーセンテージが敵より高い場合、その敵を1回追加攻撃する。同じ敵に対する追加攻撃は1回のみ。任意の敵を撃破した場合、2ターンの間自身が狂乱状態になると。ということで、範囲攻撃ですね。残り HP パーセンテージが最も低い、HP サーチで HP パーセンテージが最も低い敵に4名に 600% の物理ダメージを与えますと。で、毎回攻撃前、自身の筋力値が敵より高い場合、100% の確率で2ターンの間撃砕状態にさせ、物理防御力と砲術防御力を 80% 減少ということですね。まあ、なので、筋力値勝負になります。筋力値参照で、敵より高い場合になるので、まあ、UR 戦の中ではこの子はマックス数字もらえているので、まあ、さっきも言った通り UR 戦の中では差が激しいところですよね。筋力値ない子もいますから、ね、下手すればね、武将でも。で、そこからレベル ×300 という結構な差があったんですけど、
MR になればですね、まあ、その差が一気に埋まってきて、レベルかける320から360がまあ基本線となります。まあ、アウグススはね、例外で、専属武器についちゃってるんで、ちょっと低いんですけど、あれは例外として、まあ、基本的には、まあ、320から360の差っていうのは、まあ、そこまで大きな差にはならないかなと、ってなっているんで、MR になった時に、まあ、ここの筋力勝負っていうのが非常に難しくなってきますね。まあ、現状だと、まあ、UR 戦の中では取りやすい方、ただ MR と勝負になるとやっぱ MR の方が高い数字もらっているので、まあ、武将同士で戦うと厳しいなっていうところですよね。まあ、ただ将来性見ると撃砕持ってるのは非常にいいことですねっていうところではあります。そして自身が狂乱状態の場合必ず会心攻撃が発生、必ず命中ということで、まあ、この子は狂乱を使うことができますよと、まあ、その入る条件はまた後ほど出てきますが、まあ、とりあえず狂乱に入っていればこの攻撃は必ず会心攻撃が発生して必ず命中しますということで、これパッシブ4番目物理会心ダメージはありになってきましたね。そして毎回攻撃後自身の残り HP パーセンテージが敵より高い場合その敵を1回追加攻撃するということで、同じ敵に対する追加攻撃は1回のみですね。でしかも毎回攻撃後なので、まあ、滝夜叉の姫が 100% で、あっちも 100% であれば攻撃後なので、まあ、反射で削れたらまた別の話ですけど、まあ基本的には滝夜叉の姫の方が高い数値を保てるのではないかなと思いますね。なのでこの追加攻撃っていうのは比較的取りやすいのかなと思います。まあ中にはね、援護が混ざっててとかで、滝夜叉の姫の HP がガクって減ってとかはあるかもしれないですけど、基本的に考えるといけるんではないかなと思いますね。まあそのための HP 吸収でもあるしっていうところになります。そして任意の敵を撃破した場合、2ターンの間自身が狂乱状態になると。まあ滝夜叉の姫が一番残念なところはここですね。狂乱は最高なんですけど、入る条件として任意の敵を撃破した場合、撃破条件なんですよね。これがね、狂乱の中ではね一番がっかりパターンで、全然狂乱に入れなくて全然使えないパターンになっています、現状ね。なここが緩和されればいいんですけどね。撃破または HP を 50% 以下にした時とかね、相手のね、とか緩和されればいいんですけど、これ緩和されないともう本当に永久に狂乱入れない可能性が出てきますんで、そこは非常に残念なとこかなと、思います。まあこれは滝夜叉の姫に限らず MR でも存在しますからね。撃破条件の狂乱って非常に使いづらい、ものになっています。ただ狂乱自体は、まあ、最高にいいんですけどね、まあ、そこが難しいところかなと思いますね。まあ、ただこの子は範囲攻撃で、条件付きとはいえ追加攻撃があるので、追加攻撃さえ取れれば範囲攻撃の2回攻撃になるわけですよね。まあ、その点はやっぱり MR になった時にいい方向に働くのではないかなとは思います。まあ、改造された時にねいい方向に働いていくのではないかなと。まあ、連撃チックになったりする可能性もありますしね。まあ、あとは撃砕持ってるんで、まあ、撃砕だけは絶対腐らないですからね、罪悪になってもね。まあ、そこが今の段階ではいいところかなと思います。そしてスキルの2番目かな、敵6名に 640% の物理ダメージを与えると。毎回攻撃前敵が撃砕状態の場合ダメージが倍になると。自身が狂乱状態の場合、必ず会心攻撃が発生、必ず命中。任意の敵を撃破できなかった場合、鬼戦の荒神か。まあ、これはスキル1のことですね。を1回追加発動すると。追加発動は1回のみということですね。追加発動この段階で持っているんで、まあ、時矢署の姫はいいですね。あとは防御面が、まあ、防御力のパッシブっていう意味ではなくて、まあ、復活とかね、確実に相手の攻撃を耐えられるものがついてくれば、このスキルにも生きてくるんではないかなと思います。現状ちょっと厳しいですからね、耐久面がね。防御パッシブついててもね、やっぱ厳しいもんは、今のインフレ状態だと厳しいですね。そして、スキル2の上から順番に見ていくと、敵6名、6名範囲攻撃ですね、 640% の物理ダメージを与えますと。毎回攻撃前敵が撃砕状態の場合はダメージが倍になりますと。まあ、これに関してはスキル1で、つけていくので、撃砕をね、つけていくので、まあ、基本的には4名にはついている状態ですね。まあ、ただ、まあ、この MR の、ね、時代になってからは状態異常耐性というものが非常に大事になってきているので、まあ、
デバフをかける側から言えば、状態状態性無視ですよね。まあ、これが非常に重要になってきます。で、敵者の姫はそれがもらえるかどうかですね。まあ、アクティブスキルにつく可能性もありますし、パッシブにつく可能性もありますと。まあ、敵者の姫はね、普通につく可能性ありますよね。パッシブ4番目でね。まあ、あとは物理回心ダメージとかのセットになってくるのかな。まあ、あとはもうどっちもつかずに特殊パッシブとかのパターンも、まあ、なきにしもあらずっていうところですね。まあ、あとはアクティブスキルで条件付きで、状態状態性無視がつきますよ、みたいな、のが選択肢としてあるかなと思います。そして、自身が狂乱状態の場合は必ず会心攻撃が発生、必ず命中ですね。まあ、スキル1で入れればっていうところになりますね。で、任意の敵を撃破できなかった場合はスキル1を1回追加発動する。これはいいですね。で、撃破できなかった場合なので範囲攻撃って基本的に撃破できないことの方が多いので、まあ、ここでもう1回スキル1を発動させることができるのは、まあ、なかなかいいのかなと思います。まあ、スキル1も範囲攻撃ですけどね、また撃砕つけられて、なおかつ追加攻撃の可能性もあってっていうことなので、まあ、範囲攻撃の中ではちょっと連撃チックになるような働きになるかなと思いますね。まあ、これが MR 化されてしっかり戦えるような改造されれば、まあ面白いんではないかなとは思いますよね。ということで、いつもの評価やっていきましょう。まあこれは UR1000 の評価になります。タイプはサポートアタッカーですね。まあ現状、撃砕をつけることのみに集中する感じになるんではないかなと思います。まあ狂乱に入るのは基本的に、まあ UR1000 のままでは、ちょっと厳しいですね。攻撃面が弱いですし、っていうところで、まあ狂乱にはほぼ入れないんじゃないかなと。まあもちろん闘技場の順位帯によっては、まあ、入れたりはするんですけど、闘技場がね、100位とか、まあ、150位とか200位とかだったら全然育ってない副将が、ね、スタメンだったりするので、まあ、そこを取れればね、狂乱には入れるんですけど、これ上に行けば行くほどね、まあ、しっかりスタメンも強化されて倒しにくくなっているので、やっぱり、上に行けば行くほど取りにくくはなりますよね。まあ、なので、もう、この子の仕事は今、撃砕をつけることのみ、みたいな形になっています。でしかも今、MR で状態異常耐性持っている子がたくさんいるんでってなってくると、より仕事なくなってきますよね、今のね、この感じだと。なので、まあ、早く MR 待ち遠しいかなといったところですね。でそして、戦場戦役。戦場戦役は C プラスになっています。まあ、火力面がやっぱちょっと厳しいので、まあ、プラスついているのは、これ、撃砕持っているからですね。やっぱ撃砕が優秀なんですよね。これ、罪悪になればより優秀になってくるんで、まあ、本当にこの子は、状態上耐性無視がもらえるかどうかに、まあ、結構かかっているかなと思います。で、ダメージ倍率の方も見ていくと、まあ、スキル1が 600% ですね。2条件取れればもう1回追加攻撃できるので、まあ、もう 600%、まあ、ダメージ倍みたいな感じで 1200% になりますよということですね。で、撃破は取れないので、まあ、ここでね、狂乱に戦場戦役なんか特に狂乱に入りたいんですけど、これ入れませんね、残念ながら。で、スキルには640%で、撃砕の時はダメージ倍なんで、まあ、基本的には撃砕入ってますよと。で、ダメージ倍になるんで、1280% ですね。で、狂乱には入れてないので、この辺使えなくて、で、撃破できなかった場合、またスキル1を発動できるっていうところで、まあ、ここは追加発動、まあ、あるでしょう。最初の1回だけだと。撃破取れないと思うので、ここは取れるんじゃないかなと思います。ってなると、また 600% の追加攻撃があって、まあ、1200ぐらいはいけるのかな。で、ここで撃破が取れれば、狂乱に入れるっていう形になるんではないかなと思いますね。入れるとすればここかなと思いますが、まあ、それでもね、まあ、ちょっと倍率がきついのと、あと命中パッシブがないんですよね。なので、命中パッシブがないのは戦場戦役では非常にマイナスとなっています。まあ、ただ、撃砕に関しては、毎回攻撃前って書いてあるので、基本的には攻撃外しても撃砕入りますよっていうことにはなります。まあ、なので、本当に撃砕要因になっちゃってるかな、現状ね。なので、プラス分っていうのは撃砕の分です。C プラスです。そして、ボスですね。ボスに関しては完全に C 適正かなと思います。まあ、先ほど計算した数字ですと、まあ、本当にダメージ出てないなといったところですよね。まあ、範囲攻撃がそもそもボスに向いていないっていうのもあります。まあ、改めて計算すると 600% で、さらに撃砕がついて、で条件付きで追加攻撃。で、またこれ 600% 取れたとしても 600% なんで 1200% ですね、合計ね。で、それに撃砕って形です。で、スキルにも 640% で撃砕の時はダメージ倍、1280% ですね。
で、撃破できないときは、スキル1、もう一回追加発動なので、また 1200% がついてきますよっていうことですね。まあ、ざっと計算しても3600、まあ、4000近い数字かな。まあ、それに撃砕がついてますよっていうぐらいなんで、これだと全然火力出てないかなといったところですね。で、そして、対人。対人は今きついな。もうすごくきついですね。やっぱり防御パッシブがあっても、まあ、いくら武将だとしても防御力高くても簡単に今突破されてしまうので、ね、大石とかね、アウグストスとかね、もう簡単に防御パッシブぐらいの防御力だったら突破してくるので、まあ、そう考えると今滝夜叉の姫は非常にしんどいかなと思います。まあ、闘技場でもそうですし、お城の攻めでもこの火力だったらちょっと取りこぼすだろうし、防衛も厳しいだろうしっていうところで、まあ、どこの対人コンテンツでも今厳しいんじゃないかなと思いますんで、C 適正ですね。そして、短期特化。短期特化もまあ C プラス CC と来てるんで、まあこれは C 適正仕方ないかなと思います。武将であるかどうか、武将ではありますね。戦場戦役適正あるかどうか。適正はまあ、撃砕だけかな。なので基本的にはないですね。で、ボス適正はあるかどうか。まあ基本ないです。そして、コスパ面どうか。まあここだけで、UR 戦だけであれば、まあ普通なんですけど。まあここから MR アバ、花嫁衣装となってくると、まあ非常にコスパは悪くなっていきますよということなんで、まあこれは、合計して短期特化度は C となっています。おすすめできませんということですね。そして将来性ですね。まあ MR になった時にどれぐらい、このテキストから読み取れる範囲で、まあどれぐらい強くなりそうかっていうところに関しては、これはもう本当に C プラスぐらいかな、現状ね。まず範囲攻撃があんまり強くならないっていうところですね。範囲攻撃で強くなったのはもう本当に浅井長政ぐらいですので、今のところアバでね、強くなってるのはその子ぐらいなので、まあそれ以外の範囲攻撃は基本的に火力不足に陥ってますね。あとは単発攻撃とかもね、将来性がちょっと今、ない感じですよね。で、C プラスのまたプラス、このプラスは何かっていうと、撃砕罪悪の分ですね。もう本当にこの子は今、撃砕で生きている形にはなるので、まあ、撃砕罪悪、プラス、あとは状態異常耐性無視、これ2つつかないと、まあ、罪悪の方は絶対来ると思うんですけど、状態異常耐性無視ですよね。これもらえたら、戦場戦役のコンテンツでは輝く気がします。気がするっていうか輝きます。なので、もう本当にこの撃砕罪悪プラス状態異常耐性無視。これがセットで、来ないとダメですね。片方だけだと、戦場戦役でももうつかないので、撃砕がね。なので、本当に状態異常耐性無視っていうのはこの子にとって生命線になるかなと思いますんで、MR になった時はまずこれがついているかどうか、まあ確認したいところではありますね。はい、ということで、今回は UR 戦の滝夜叉の姫ですね、もう評価をさせていただきました。まあ UR 戦だとね、やっぱこのぐらいの評価にはなってしまうのは致し方ないかなといったところになります。チャンネルの登録、Twitter のフォローなどぜひよろしくお願いします。ここまでお送りしたのはデフでした。お疲れ様。